内閣総理大臣臨時。本日伝統ある防衛大学校の卒業式にあたり、今後我が国の防衛の中枢を担う諸君に心からのお祝いを申し上げます。卒業おめでとう。諸君の規律正しく誠に凛々しい姿に接し、自衛隊の最高指揮官として心強く大変頼もしく思います。本日は諸君が幹部自衛官として新しい一歩を踏み出す良い機会ですので、一言申し上げたいと思います。北朝鮮が核実験に続き弾道ミサイルの発射を強行しました。挑発行為が繰り返されています。我が国の安全に対する直接的かつ重大な脅威であり、断じて容認できません。我が国の南西方面では領空への接近や領海への侵入が繰り返されています。国籍不明機に対するスクランブルはこの10年間で7倍にも増加し、外国艦船の活動も拡大の一途にあります。テロの脅威は世界中に広がり、深刻さを増しています。昨年は日本人もその犠牲となりました。諸君がこれから向き合うのはまさにこうした現実であります。私たちが望むと望まざるとに関わらず、国際情勢は絶えず変化し、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増している。この冷厳な現実から私たちは目を背けることはできません。しかし、いかなる状況にあっても国民の命と平和な暮らしは断固として守り抜く、これは私たち政府にとって最も重い責任であります。その責任を全うし、子や孫の世代に平和な日本を引き渡すため強固な基盤を築く、そのことを考え抜いた末の結論が平和安全法制であります。ことに望んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応える、この先生の重さを私は最高指揮官として常に心に刻んでいます。自衛隊に与えられる任務はこれまで同様危険の伴うものです。しかし、すべては国民のリスクを下げるため、その任務は誠に崇高なものであります。そして諸君はこの困難な任務に着く道へと自らの意志で進んでくれました。諸君は私の誇りであり、日本の誇りであります。昨年の関東東北豪雨、凄まじい洪水被害の現場にも自衛隊は真っ先に駆けつけ、多くの命を救いました。その後、自衛隊のヘリで救出された少年から一通の手紙が届きました。あどりなさが残る、しかし心のこもったその手紙にはこう綴られていました。僕は大きくなったら人を助ける自衛隊になりたいと思っていますと。我が身の危険も顧みず黙々と任務を果たす諸君の姿は、多くの国民の目にしっかりと焼き付いています。自衛隊に良い印象を持つ国民が過去最大 92% を超えたことも当然の帰結でありましょう。国民が諸君を信頼し、大いに頼りにしている、そのことを胸に刻み、諸君には強い使命感と責任感を持って全力でそれぞれの任務に当たってもらいたいと思います。諸君を頼みにするのは日本国民だけではありません。毎年2万隻の船舶が通過する世界の大動脈アデン湾では、世界の船舶が自衛隊を頼りにしています。この海域において、かつて年間200件以上発生していた海賊による襲撃事案は昨年ゼロとなりました。世界に誇るべき大成果であります。そうした
自衛隊に対する国際的な高い評価の上に、昨年戦後初めて自衛隊から多国籍部隊の司令官が誕生しました。その司令部には太陽国の海軍からも2名の幕僚が派遣されました。2人はともに日本の自衛隊から多国籍部隊に司令官が来ると聞き、司令部への勤務を自ら強く志願したそうであります。いずれも防大を卒業した諸君たちの先輩であります。防大43期パニャシリ中佐は任務終了後こう語っています。部隊の融和、団結を図ることができたのは防衛大学校で学んだ和の精神を重視したからだと、ここ小原台での厳しくも充実した学び、共に過ごした強い絆が戦後初の任務を成功へと導く大きな原動力となったことは間違いありません。本日ここにはインドネシア、カンボジア、タイ、韓国、東ティモール、フィリピン、ベトナム、そしてモンゴルからの留学生の皆さんもいます。ぜひ皆さんも我が国とともに世界の平和と安定のために大きな役割を果たしてほしい、大いに期待しています。幹部自衛官となる諸君もまた国際的な視野を持ってほしいと願います。自衛隊が活躍する分野はグローバルに飛躍的に拡大しています。私はこれまで63の国と地域を訪問し、400回を超える首脳会談を行ってきました。ほぼ必ず防衛協力が大きな話題となります。キャパシティビルディングや装備技術協力など、自衛隊が有する高い能力による協力が求められています。もはやどの国も一国だけで自国の安全を守ることはできない。そうした時代になって戦略的な国際防衛協力は日本の平和のみならず、アジア太平洋地域、ひいては世界の平和と安定にとって欠かすことのできないものであります。世界の平和は諸君の創建にかかっている。その気概を持って諸君には世界を視野に入れて日々研鑽を積み重ねてほしいと思います。日本の自衛隊にとても感謝している。日本を大切にしなさい。幼い頃からおじいさんにそう教えられてきた一人の少年は、その後軍に入隊し、ここ小原台への留学を熱望しました。そして今諸君たちの後輩となっています。カンボジアからの留学生季節さんのおじいさんは、自衛隊が初めて参加したカンボジア PKO の際、現地の警察官として諸君の先輩たちと一緒に仕事をしています。自衛隊の丁寧で緻密な仕事ぶり、学校や農村の子どもたちに優しかった、自衛隊員の思い出などを語りながら、おじいさんはいつも決まってこう言っていたそうであります。現在のカンボジアがあるのは日本のおかげだと。あれから24年、モザンビーク、ブランコーケン、東ティモール、さらにはイラク、ネパール、ハイチ、今この瞬間も南スーダンで現地の人々の自立のため、世界の平和のためにひたすら汗を流し続ける自衛隊員の姿を世界が称賛し、感謝し、そして頼りにしています。その自衛隊が積極的平和主義の旗のもと、これまで以上に国際平和に力を尽くす。平和安全法制は世界から支持され、高く評価されています。先の大戦で戦場となったフィリピンをはじめ、東南アジアの国々、かつて戦火を交えたアメリカや欧州の国々からも強い支持を得ています。その誇りを胸に自信を持って新しい任務に取り組んでほしいと思います。本日ここから諸君はそれぞれの現場へと踏み出します。私は現場の情報を何よりも重視しています。自衛隊の運用状況などについて、統合幕僚長をはじめ
安全保障スタッフから毎週報告を受けています。そして多くの課題について現場の情報に基づいて議論し判断を下しています。自衛隊がいつどこでどのような行動を行うか、諸君が担うこととなる現場の一つ一つの活動が我が国の国益に直結している、そういうことを肝に銘じこれからの任務に当たってほしいと思います。安全保障政策の司令塔である国家安全保障会議をはじめ、私のもとには長官を筆頭に1佐や2佐を中心とした20名を超える自衛官が勤務してくれています。高度な知識と深い経験を生かしながら他の省庁の出身者と一体となって勤務し、私を支えてくれています。防衛大学校は戦前の陸軍と海軍の縦割りを克服することを目指し、陸海空の幹部候補を一元的に教育し十分な成果を上げてきました。しかし陸海空が一体となるだけではもはや不十分であります。自衛隊、さらには防衛省の枠を超えて政府一体で総合的な安全保障政策を進めていかなければなりません。諸君にもそういう広い視野を持って任務に当たってもらいたい。そして将来諸君の中から最高指揮官たる内閣総理大臣の片腕となって、その重要な意思決定を支える人材が出てきてくれることを切に願います。現場での経験を積み重ね、諸君が大きく成長してくれることを心より待ち望んでいます。100年以上前の日本海海戦における歴史的な大勝利、その現場に艦船武官として立ち会ったアルゼンチン海軍のマヌエル・ドメック・ガルシア大佐は報告書の中で日本が勝利した要因についてこう分析しています。日本海海戦の勝利はただ勝利を得ようとする願望や情熱のみで得たものではない。あらゆる警戒措置を怠らず、ごく細部に至るまで研究した結果手中にしたものである。そしてこのようにも述べています。日露戦争の結果は完璧な研究と用意準備を行ったことに帰結すると、いかなる任務も必要十分なる訓練と万全の備えなくして成功を収めることはできません。もとより精神論だけで達成できるほど現場での任務は生易しいものではありません。今月施行される平和安全法制に基づく新しい任務においても、現場の隊員たちが安全を確保しながら適切に実施できるようあらゆる場面を想定して周到に準備しなければなりません。幹部自衛官としての道を歩み出す諸君には、それぞれの現場において隙のない備えに万全を期し任務を全うしてほしいと思います。百練成功という言葉があります。鉄を100回鍛えることで強い鋼となるように、鍛錬に鍛錬を重ねることによって人は成長する、いかなる困難にも打ち勝つことができる人材となるという言葉であります。卒業生諸君、どうか諸君には日本国民を守る百練の鉄となってもらいたい。その心構えを持っていかなる厳しい訓練や任務にも耐え努力を積み重ねてほしいと思います。そしてご家族の皆様、大切なご家族を隊員として送り出していただいたことに自衛隊の最高指揮官として感謝に堪えません。お預かりする以上しっかりと任務を遂行できるよう万全を期すことをお約束いたします。最後となりましたが、学生の教育に尽力してこられた国分学校長をはじめ教職員の方々に敬意を表するとともに、平素から防衛大学校にご理解とご協力をいただいているご来賓ご家族の皆様に心より感謝申し上げます。
卒業生諸君の今後のますますの活躍、そして防衛大学校の一層の発展を記念して私の訓示といたします。平成28年3月21日、自衛隊最高指揮官内閣総理大臣安倍晋三。